で、こちら赤肌着なんですが、こういうショーツ、綿100ガーゼのショーツ、赤ちゃんガーゼと呼ばれるもので、とっても肌当たりが優しいです。柔らかいです。こういうところの肌当たりもものすごく気を使って、レースなど使わずに、綿で、ゴム紐を包み込んでいます。で、肌当たりが優しいので、一日履いてても負けません。肌が負けるようなことはございません。で、三分丈。で、五分丈。で、この、七分丈もございます。七分丈のズロースですね。重ね履きしていただくように。そして、長もございます。長スラックス下もございます。で、こういう普通のショーツもございます。これが普通の、赤肌着、真っ赤な肌着ですね。で、こういう他のメーカーさんが出してる、こういうレースがついたのなんかも、一部やっております。ちょっと今ね、本当に、今年はテレビでどんどん赤肌着の宣伝をしてくださるので、品薄状態になってしまってますが、メーカーさんも間に合わなくて、これもう追加注文出して、もう一週間ぐらい経つんですけど、全然入ってきてくれないという、このレース付きの、ちょっとこれはね、年代層若めにターゲット絞って作ってるんですね。だいたいまあ50代から60代ぐらいのターゲットでやってるので、ハイエスト、これね、赤肌着に関しましてはもう50代、の若い人たちのものでも、股髪は深いです。股髪は深いです。こちらの商品も同じく股髪深いです。ここに、読めますでしょうか。深さたっぷりハイウエストショーツと書いてありますけれども、ここに、こういうね、おへそが出ないとかね、おへそが出ないゆったり、ごめんなさい、おへそが出ないゆったりサイズとかって、みんな書いてあります。これね、赤肌着の場合、丹田という場所を温めないと意味がないので、浅履きとか、ローライズのショーツなんていうのはないんですね。全部深履きです。へその、下の、丹田というツボがあるんですね。お腹が痛い時なんかさする場所です。神経が集中している場所ですね。そこを、温めるというか、ここに赤い布を乗せると、丹田に力が入る。アドレナリンが分泌を促すという、そのような効果があるので、それで体温が上がったり自然治癒能力が高まると言われております。それが赤肌着の、健康にいいと言われるゆえんなんですね。で、このように股髪はすべて深くなっております。